こんにちは。料理人アキスキッチンへようこそ。このチャンネルでは家族との幸せな食卓の時間を過ごしてもらうために役立つ料理情報を発信しています。今回はこちらの栗を使った栗ご飯を作っていきます。食材は概要欄に書いてあるのでそちらをご覧になってください。このままだと剥きづらいです。なので熱湯を用意して熱湯をこの中に加えます。30分間放置しておきます。手で栗が触れるくらいの温かさになるまで放置しておきます。熱湯を加えてこのまま放置することによって栗の皮を柔らかくして剥きやすくするためです。このまま放置しておきます。30分経ちました。だいたい手で触れるぐらいぬるくなったので皮を剥いていきたいと思います。まず栗の底の部分を下にして包丁します。下まで切らずにちょっと手前あたりまで切ります。でその後下から左手で引っ張ってあげるとこんな感じで剥くことができます。で残りは頭から手で取ってもいいし包丁を使ってこのように剥いてもいいです。こんな感じで剥けます。板前をやってた時は秋の季節は毎年栗を剥いていました。栗のムースとかを作っていたんですけどその栗のムースを流すのに3、40個かな必要 でいかにこう早く栗を剥くことができるか頭の中で試行錯誤しながらひたすら剥いてました。うわ懐かしい。次に渋皮を剥いていきます。丸みを帯びてる部分と平らな部分に分かれております。平らな部分を包丁でまっすぐと切り落としてあげましょう。残りの反対側の丸みがある部分は包丁でお尻から頭に向かって剥いていきます。こんな感じで剥いていきます。剥き終わった栗は水につけておきましょう。でたまにねこういう白いのがあると思うんですけどこれは食べれないので包丁で取り除いちゃいましょう。はい、これで栗むきは完了です。続いて炊いていきたいと思います。米2合分溶いて30分浸水させた状態です。先ほど剥いた栗、昆布 2g、 酒大さじ1、水2合分、塩1つまみぐらい。あとはこのまま通常炊きしていきます。これで栗ご飯の完成です。それでは食べていきたいと思います。いただきます。あった。秋だね。うん、栗ご飯めっちゃうまいね。栗の甘さがね口の中に広がってめちゃくちゃ美味しくできたなって思います。栗の皮剥くときですね、鬼皮を剥く前は熱湯に栗を入れて30分間放置してあげるとすごく剥きやすくなります。
くり剥くのが大変だなっていう人は、すでにお店で剥かれてある剥き栗とかを使っても栗ご飯を作ることは可能なので、ぜひお家で栗ご飯を作って秋を堪能してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この料理以外にも僕はいろんな料理を作っているので、そちらの動画もぜひ一緒に見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。